まってる集まってる。来てくれてありがとう。ほら、真冬、みんなお祝いに来てくれたみたいだよ。そうだね。あんたね、誕生日のお祝いするために来てくれてるんだから、もうちょっとなんかあるでしょう。じゃあ、ありがとう。すごい棒読み。でも、なんだか、嬉しそうな人もいるみたい。そうだね。変わった人もいるのね。それじゃあ、気を取り直して、ちゃんとお祝いしよっか。はいはい。ほら、真冬、真ん中行って。うん。じゃあ、みんなであれ、やっちゃおうか。かなで、よろしく。うん。私が真冬誕生日おめでとうって言ったら、みんなも続いてね。じゃあ、行くね。真冬、誕生日おめでとう。おめでとう、おめでとう。うん、ありがとう。みずき、どうしたの？真冬がちゃんとお祝いさせてくれるのが嬉しくって。それはみずきが、パーティーしたらまた何か思い出せるかも、なんて言ったからでしょ？言っておくけど、すごい料理が出てくるとか、サプライズがあるとか、そういうのは特にない、普通のお祝いだからね。そのつもりだから、大丈夫。でも、お祝いさせてもらえて嬉しいっていうのは、私もわかるな。生まれてくれてありがとうって伝えられる日だし。うん。私は、真冬がいてくれたから、ここにいる。だから、嬉しい。ミク。それを言うなら、私も、真冬がいなかったら、真冬が、奏たちを世界に受け入れてなかったら、私も、ここにいない。そうだね。真冬、どうかした？わからない。でも、ここが、そわそわする。歌ったら、今、自分が何を感じてるのか、わかるかな？いいんじゃない？まだ、誕生日を祝う歌も、歌ってなかったし。だね。真冬、僕たちも手伝うよ。うん。ま、一曲くらいならね。うん。じゃあ、よろしく。みんなも、よかったら楽しんでね。君と笑ってたこと
それで、どうだったの？やっぱり、何かは感じてる。でも、それが何かは、わからない。そっか。まあ、そうだろうと思ったけど。真冬、さっき言ってた、そわそわは、気持ち悪いや、苦しいとは違うの？違うと思う。じゃあ、いいんじゃない？うん、そうだね。真冬。何？私は感じた。真冬の歌声、なんだか少し、暖かかった。そう。よかったね、真冬。じゃあそろそろみんなに挨拶しないと。わかった。みんな、今日は来てくれてありがとう。このそわそわしてる気持ちが何なのかはわからないけど、でも歌えてよかったって思う。みんな、一緒に盛り上げてくれて本当にありがとね。バイバイ。また来てね。